鳥取県企画番組気になる鳥取。鳥取県の気になる情報を調べて分かって好きになる番組、気になる鳥取。プレゼンターの森谷香菜です。今回のテーマは災害時に役立つ関心ブレーカー。取材をしてみると気になるワードが見つかりました。関心ブレーカーとは、地震による大きな揺れを感じた際にブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める装置です。東日本大震災における火災の発生原因のおよそ過半数が電気火災によるものでした。電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧した時に発生する火災のこと。関心ブレーカーは電気火災を防止する有効な手段として、その普及が推奨されています。気になる防ごう電気火災。関心ブレーカーの種類と設置方法を取材してきました。鳥取東高校ふれあい館。岡村さん、関心ブレーカーにはどんな種類がありますか？はい、消防防災課職員。関心ブレーカーは用途と目的に合わせて選択できます。こちらの分電盤タイプは、内部のセンサーが揺れを感知して一定時間経過後に電気を遮断します。電気工事が必要で費用もかかりますが、ブレーカー自体に設置するため手間も少なく、自宅すべての電気に対して作動します。こちらはコンセントタイプです。コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセントからの電気を遮断します。こちらは簡易タイプです。この製品は重りの落下によってブレーカーを切って電気を遮断します。分電盤に設置。コンセントタイプと簡易タイプですが、取り付けは工事不要で、ホームセンターなど手頃な価格で入手できる点がメリットです。気になる目的に合わせた選択を。松岡さん、実際の設置の様子を見せてください。はい、株式会社松和社長。こちらが電気工事が必要な分電盤タイプです。ブレーカーに外付けするタイプで設置工事は簡単です。コンセントタイプや簡易タイプは電気工事が不要で誰でも設置することができます。ぜひ取り付けてみてください。コンセントタイプでは挿していきます。スイッチを押す。通電しました。簡単でした。では揺らしてみます。あ、止まりました。これだと安心ですね。気になる取り付けは簡単。いかがでしたか？災害時での有効性が期待され、注目が集まる関心ブレーカー、ぜひ自宅での設置を検討してみてください。これでまた鳥取県を好きになりました。気になる鳥取では SNS でも番組情報を発信中。気になるポーズ動画も募集しています。次回は9月14日鳥取県の気になるをお伝えします。備えあれば憂いなし。